人さん、旅の始まりへようこそ。私は流星の州のガイド、ムアラニだよ。何か要望があったらいつでも手を挙げて教えてね。さて、持ち物や武器をしまって隣のパイモンをしっかり守ってあげて。一番大事なのは悩みを全部忘れること。さあ、私が用意したサメのサーフボードにしっかり立っててね。最高の旅が始まるよ。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれればあとは全部私に任せればいいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい？やってみようよ。ほら、今すぐ行こう。一緒にいい感じの海辺を探してあげるよ。一人で何かに挑むとき、不可能なことはいっぱいある。でもみんなで挑めば不可能だって可能になる。イエーイ！濡れた地面ってドリフトにぴったりだよね。うわあ、どこに落ちた？さっさと用事を終わらせて温泉に入ろう。寝転んで日向ぼっこしたい。片面が焼けたら寝返りしてもう片面を焼くんだよ。風が強いほど波が大きいほど難易度の高い動きに挑戦できる絶好のタイミングなんだ。砂の上でサーフィンするとスリルがあって気持ちいいんだろうな。流星の州ムアラニ、いざ参らんってね。わーい、今日は寝坊しなかった。自分へのご褒美に豪華な朝ごはんにしようっと。はあ、早起きなんてするんじゃなかった。ダメダメ、目の前にモラが見えてきちゃったよ。お昼に寝直さないとだ。出前はいかが？暑いうちに必ず届けてあげる。私のサーフボードのスピードを信じて。やばい、キャンプファイヤーで踊ってたら目が冴えちゃった。今日絶対寝れないよ。うちの店の商品は種類もクオリティも機能も色も何から何まで全部私が厳選してるの。中でもとっておきの品はやっぱりこのプクフグウェア。泳ぎが苦手な人には絶対おすすめだよ。一瞬で膨らんでプクフグフロートに変わるんだ。これがあれば泳ぐときも安心。泳いでないときも着れるんだよ。私はよくこれを着てパーティーに行ってるの。注目の的になれること間違いなし。ほら、こんな風にブヨーンブヨーンってね。ちなみに運勢の上がるカラーのを使ってるよ。流星の州は最高のリゾート地だよ。草とも山とも川とも分かり合えるみたいな感じがするし、みんな私たちの友達なの。押し寄せる波、揺らめく海藻、さざめく葉っぱ、どれも私のダンスの先生だよ。そのテンポとリズムに合わせて体を揺らして腰を振ってぐるっと回って、はい、どう？ぼーっとしてないで一緒に踊ろう。サーフボードを見ていきなよ。いろんな素材と柄のがあるんだよ。それから色も。君のラッキーカラーは？え？ないの？じゃあ私が選んであげる。一緒に八神の国に行って神秘の島の光を眺めた。私たちはとっくに命を託し合える仲間だよね。もしいつか旅の途中で方向を見失ったら絶対に教えて。この一流ガイドがサーフボードを使ってでも道を開いてあげる。前に神の目をプグフグフロートにつけてたことがあったの。海水みたいな藍色がぴったりだと思ってさ。
でも友達とプクフグフロートでバレーボールをやった時、そのことが完全に頭から抜けちゃってて、砂浜に落っことしちゃったんだよね。クシャーンって音がしたけど壊れなかったよ。きっと幸運の兆しだよね。犬って怖い？怖くないならうちの犬と友達になってあげてよ。人懐っこい子だから誰を見ても駆け寄って挨拶しに来るし、撫でてほしいって目で見つめてくるんだよ。私たちよく一緒に水遊びするんだけど、あの子はもうサーフィンをマスターしたの。さすがお利口さんだよね。私より賢いよ。機会があったら紹介させてね。きっとプロペラみたいにブンブン尻尾を振って喜ぶと思う。バシッてされないように気をつけてね。結構痛いから流泉の州にいるコホラリュウは私たちと一緒で温泉が好きなんだよ。同じプールに浸かることもよくあるしね。一緒にいる子がどういう性格なのかわからなかったらひとまず距離を取った方がいいよ。コホラリュウの性格をどうやって判断するかって？簡単だよ。ゆっくり近づいて探りを入れるの。噛みついてこなければ優しい子ってこと。噛みついてきたら親しいからこそのスキンシップかな。エンジン様はナタで一番尊敬されてる人で、私もすごく憧れてるの。エンジン様だからってだけじゃないよ。あのね、サーフィンする姿がめちゃくちゃかっこいいんだ。エンジン様を水上レースに誘ったことがあるんだけど、ん？どっちが勝ったのかって？そうだな、じゃあまずは私と勝負して。私に勝てたら教えてあげる。カチーナちゃんは温厚で優しくて、話す前にいろいろ考えちゃう子だよ。優秀なのに何も言わないから周りに舐められちゃってるんだよね。はぁ、私はカチーナちゃんの実力を疑ったことは一度もないけど、あの子自信がなさすぎて批判する言葉を真に受けないか心配なの。だからカチーナちゃんを励ますだけじゃなくて、あの子の優秀なところをみんなにアピールしてるんだ。いつかはきっとみんなも見方を変えてくれるって信じてるよ。アハ打ったら1日でキーニチの1年分よりたくさん喋るの。あんな状況でも一切影響されずに自分なりの判断ができるキーニチはすごいな。思い返せば運勢の話をする時だけは珍しく意気投合して二人とも全く無関心ですって態度になるんだけどね。チャスカとは小さい頃からの知り合いだよ。おもちゃの取り合いで何回か喧嘩したこともあるくらい。だからあの子が調停者になったって知った時は結構驚いたな。ゆっくり成長する人もいれば短い時間ですっすごい成長を遂げる人もいるって言うけど、私ってまだ成長期に入ってないのかな。ヒトラリおばあ様は間違いなく名園の主の最も経験豊富な妻子だよ。ちょっとした先輩とかじゃなくて一番の大先輩。おばあ様の占いってほんとよく当たるんだよね。昔商売のラッキーカラーはピンクと青だって教えてくれたんだけど、やっぱり今お店で一番売れてるのはピンクと青が入ってるプクフグフロートだよ。最近もよくつきまじゃなくて会いに行ってるんだけど、こないだは外のものが幸運をもたらしてくれるって言ってた。え？待って、もしかして君がその外のもの？イアーサは
工場の国の誇りどころか、ナタの誇りだよ。何回も帰化聖夜の巡礼に参加してるんだけど、今でも全勝記録をキープしてるの。私はそのトレーニングのレッスンを申し込んで入会費まで支払ったけど、ただずっと行く時間がなくて。まあ白状するよ。実はある日、トレーニングし終わった時のカチーナちゃんを見て、頭にある声がこう囁いてくれた。まあ私が得意なのは水上のプログラムだから、陸地に言い過ぎると打ち上げられた魚みたいになっちゃうってね。うん、心の声に従うことにしたの。エンジン様でさえ認めた職人の力は疑う余地もないよね。たとえ個名がバラバラになっても彼女なら完璧に復元できるでしょう。って、縁起の悪いこと言っちゃったかな。あんな大事なものがバラバラになるわけないよね。今のはなし。君は何も聞こえなかったね。リファはノリがいいよ。何を遊ぶにしても喜んで応じてくれる。そして何でも手っ取り早くそつなくこなせちゃう。彼が医者になってなければ水上スポーツのコーチになってほしかったね。部族が違うって、そんなの問題じゃないよ。時間ある？うちに来ておしゃべりしない？温泉に浸かりながらおしゃべりするのも悪くないよ。それとも行きたい場所とかある？何でも付き合うよ。せっかくだしと思ってカメラ持ってきちゃった。私がお手本ポーズを見せてあげるね。今日はきっと面白い写真が撮れるよ。ガイドは経験の問われる仕事だよ。幸い先祖たちはいろんな貴重な風習や経験を残してくれてるから、いっぱい助けてもらってる。でもそういうルールだからって何も考えずに従ってるわけじゃないから安心してね。自分でも試してみて有益だなって分かった風習だけを守るようにしてるんだ。どんなものがダメかって？例えば新しい場所を探索した時にこんなことがあった。目の前に橋があるのに地図には船に乗って渡れって書いてあるの。水の流れを測ったり橋の安全性やギミックをチェックしたりしてみたけど、結局先祖が橋を渡れって書かなかったのは当時は橋がなかったからだったってことで、まあガイドにはやっぱり経験が必要だよね。外から来た観光客をもてなすのが好き。みんなガイドの仕事が終わるとナタの風土や人情について教えたことに感謝してくれるんだ。旅の途中ではみんなからも故郷のこととか経験とか私の聞いたことのない話とかいろいろ聞けるしね。だから私もみんなに感謝してる。私にとってはある意味貴重な心の旅でもあるって感じかな。できるだけみんなに受け入れてもらえるような形で友達を作ってるつもりだけど、親切すぎて対応に困るって遠回しに言われることがあるから、今は知り合ってしばらくは控えめにしてるんだ。仲良くなってから距離感を縮めていこうって。あ、もし私に良くないとこがあったら遠慮なく言ってね。面と向かって言うのが嫌なら匿名でメッセージを残してくれてもいいよ。絶対に直すから。帰化聖夜の巡礼に参加してからやっぱり窮地に立たされた人はみんな無限の可能性を秘めてるって確信したよ。それでも2人は1人より選択肢が多いし、3人は2人より勝算があると思う。みんなが一致団結すればきっと奇跡を起こせるよ。例えば
予順者の戦争みたいに代々ナタを守ってきた英雄たちも、今の私たちも、これから頑張ってくれる後輩たちも、みんなの努力を積み重ねてこそより良いナタを築けるって思うの。多分これがウモジャの意味なんだろうね。水泳、飛び込み、水上スキー、サーフィン、パラグライダー、ビーチバレー、ボートレース、ダイビング、ウォーターバレーボール、フリーダイビング。好きなスポーツはプクフグフロートの手を借りても数えきれないくらいいっぱいあるよ。遊び疲れたらそのまま水の上に浮かんで休むんだけど、うっかり寝ちゃうんだよね。気ままに浮かぶのって気持ちいいけど、目覚めた時どこに流れ着くかわからないっていうのと、部族の年長者にくどくど叱られるのがたまに傷だな。落ち込む時は大丈夫、ただ運が悪かっただけ、一生不運が続くわけないって自分に言い聞かせるの。そうすると気分が少しずつ回復するんだ。それでもダメならスピリットウェイに乗って急カーブのところで思いっきり叫ぶの。何回かやれば到底追ってこられないほど遠くに悩みを置き去りにできるよ。野菜や獣肉、鶏肉とかが一切入ってないお皿から溢れ出すほどの海鮮料理かな。一口食べたら海に飛び込んだ小さな魚になったみたいに水の中を泳ぐ気分になれるんだ。はあ、大満足。小さい頃こっそり牛乳を温泉に捨ててたのを後悔してるの。あんなことしなきゃもっと背が伸びてたはずなのに。でも大丈夫、もう二度としないってアテアおばさんと約束したから、今ならまだ間に合うはず。ちゃんと牛乳を飲んで大きくなるよ。君も気をつけてね。どうしてこんなに美味しいの。サーフボードでそこらを3周したいくらい美味しい。絶対落ちずにいけるよ。もっとある？パーティー会場に置いたらきっとすぐなくなっちゃうくらい美味しいよ。温泉で温めてみたらきっと食感が良くなるよ。ハッピーバースデー。後でプレゼントを開けてね。今日は特別に一番人気のレストランを予約したんだ。きっと他にも友達からいっぱい祝福が届いてるだろうけど、一緒に見知らぬ旅の人も祝ってくれるって言ったら参加してみたくならない？でさあ、座って座って、みんなからのお祝いの言葉を受け取ってよ。コフン、みんな注目、今日は私の友達、すっごい人格者で世にも獰猛な巨獣を倒した実力者、繊細な魂を癒した大英雄の誕生日だよ。みんなも一緒に祝ってあげて。まずは財宝運が上がりますように。そこの人も祝ってくれる？じゃあ戦いがうまくいきますように。よし、じゃあせーの、お誕生日おめでとう。元気で幸せな日々が続きますように。やったー、ちょうど欲しかったんだよね。いただき、力がみなぎってきちゃった。ドキドキハラハラのビーチバレーで戦わない？月が回ってきた。今なら前回の波にも勝てる気がする。よし、今すぐ挑戦しよう。いつもはお客さんの安全を考えて危ないところには行かないようにって忠告するんだけど、君の場合はやむを得ないこともあるし、たまにはどうしても自分から危険な地に足を踏み入れなきゃいけないことがあるって分かってる。だから君の身の安全を守るためにそばにいさせて、一緒に窮地を乗り越えよう。